南洋ネズミラトスイグズイリンズは、ネズミ目、ネズミ角マネズミ属に分類されるネズミの一種。分布域東南アジア原産で、ニュージーランドや太平洋諸島などにも分布する。日本では、宮古島で確認されているが、現在の分布状況は不明である。日本における最終記録は1955年、以前だが、最初の分布報告は2001年になってからとなる。 日本国内に化石記録がないことから外来種と考えられる。東道町 115mm、おなが 115mm、あと足長22.0から 22.5mm。体色は赤活色で背面がやや黒みを帯びる。ルードス、エル・ヒーニー、エルモーラー、エス・ラトスイグズイリンズ、 IUCN レッドリストオブセレクトンドスピーシーズバージョン2009.2インターナショナルユニオンフォーコンサーベーションオブネチャー2010年2月6日、閲覧 ABC 阿部久志、石井忍、伊藤哲郎、金子コ,コレ氏、前田紀史夫、三浦慎吾、米田正明日本の放乳類改訂版東海大学出版会2005年7月20日 ISBN4 から486016904。金子コれし、ネズミの分類学生物地理学の主点東京大学、出版会、2006年12月15日。ISBN4 から13から060188から、1。SDO ダち、Y 石橋、MA、岩佐、&T サイト、t ワイルドマーマルズオブジャパン。 小化道、ISBN 978から4から879746269、村上交渉、和下に泉日本生態学会、外来種ハンドブック知人書館、2002年9月30日、ISBN 4から8052から0706、X、P298、ありがとうございます。